技術大国日本、その象徴といえばロボット。現在世界で最も多くロボットを製造、そして使用している国、それはもちろん日本なんです。こちらは投手がボールを投げると打者が打ち返すというロボット。投手は時速40キロのボールを投げます。すると打者はほぼ 100% の確率でボールを打ち返すそうです。世界に誇れる技術力を持つ国、それが我が日本なんです。いや、日本人はね、手先は器用だって言うけどね、こういう素晴らしいロボットを作るね、技術大国になったっていうのはね、はい、これは不思議ですね。それにはですね、あるすごい人物のおかげというのが関わっているんです。その人のおかげで日本の技術というのは、明治以降急成長したんですよ。その人いたの誰？そうなんです、その人というのは実はあるあの有名な会社の創業者でもあったんです。それ誰なのよ。びっくりしますよ。江戸時代、鎖国により西洋から大幅な遅れを取っていた日本。しかし明治になると日本の機械技術は世界史の奇跡と呼ばれるほどの成長を遂げていきます。一体なぜ急速な発展を遂げることができたのでしょう。その秘密はロボットの生産高全国1位の愛知県にありました。我々が着目したのはこちらのお祭り。多くの観客が注目する山車の上に乗っているのはからくり人形。からくり山車といわれるもので、山車を舞台にして人形の芸が神様に奉納されます。からくり山車の数も全国1位の愛知県はからくりの宝庫といわれる場所なんです。このからくり人形に日本が急速な発展をすることができた秘密が隠されていました。我々はからくり山車の人形を数多く展示する犬山市文化資料館を訪ねました。からくり展示館では江戸時代から残る貴重なからくり人形を見ることができます。こちらはからくり人形師の玉屋正兵衛さん。江戸時代からからくりの創作、復元、修復を生業としてきた家の9代目にあたるそうです。早速見せてもらったのはからくりの最高傑作と言われるもの。一体どんな動きをするのでしょう。なんと人形が自動で矢を放つ、名付けて弓引き童子。よーく見てみるとしっかりと親指で矢をつかみ弓につがえているのがわかります。しかも矢をしっかりと目で追う凝りよう。狙いを定めている時には的を見据え真剣な表情。見てください、この得意そうな顔。人形の顔は見る角度によって表情が変わるように工夫されています。観客には下にいる別の人形が歯車を回して動かしているように見えますが、実際はゼンマイの力を動力にして動いているんです。使われているのは木と糸とバネだけ。たったこれだけでまるで生きているような動きをするんです。これ誰が作ったものなんですか。これは当時からくり芸門っていう田中久重が作ったものですよね。田中久重、はい。からくりの最高傑作を作り上げた田中久重とは、もしかして
この人が日本の技術の急速な発展の鍵を握っているのでは。我々はさらなる久重の技術を求め大阪へ向かいました。訪れたのは大阪府にある日本からくり研究会。こちらは現代の名工にも選ばれたからくり人形師の東野さん。待っていたのは久重が作ったという人形。なんとこちらの人形は矢が的に刺さるんです。しかも射程距離は最大5メートル。久重は最高傑作といわれる人形をさらに進化させていたのです。そして弓を引く人形と並び称される作品がこちら。その動きは我々の想像を超えていました。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なんと小さな人形が自動的に文字を書きます。しかも使用するのは筆と墨、留め、羽などもしっかりとつけた素晴らしい筆使い。注目すべきはなんと目線が筆先に合わせて動いているんです。人間そっくりの動き。しかも松、梅など4種類の文字を書き分けることができるというから驚きです。いや今の人ではできんでしょう。あの真似事はできてもね、それをやはり声を思ったらまあおらんでしょうね。今と比べても圧倒的な技術を持っていたという田中久重。調べてみるとものすごい人だと判明。もちろん私たちもみんな恩恵を受けているのです。久重は1799年現在の福岡県に鼈甲細工師の長男として生まれました。本来は家を継ぐはずが。父上。ん？私は発明工夫をもって天下に名を上げようと思います。何？家は弟に継がせてください。なんと14歳にして家の仕事を継がず発明の道に生きることを決意したのです。彼が情熱を注いだのがからくり人形。さあさあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。久重は自分で作ったからくり人形の興行を全国で行いながら生計を立てていました。ところが久重が30歳になる頃、日本中で倹約が推し進められていました。すると娯楽であるからくりの興行も難しくなってしまったのです。これからは単なる娯楽ではなく人に役立つものを作らなくては。久重が作った発明品が残されていました。まず見せていただいたのは久重が36歳の頃に作ったもの、ろうそくを立てる燭台です。実はこれ折りたたみ式。ひし形の中に全て収まるのでポケットの中などに入れて持ち運びをすることができます。携帯用の食材として大ヒットさせました。さらに一晩中消えないランプなどを発明、その明かりはろうそくの10倍の明るさだったといいます。その他にも日本初となる蒸気機関の模型など人の役に立つものを発明し続けた久重。
70歳を超えても発明への情熱が冷めることはありませんでした。その発明だけでも私たちは十分感謝をしなければならないのですが、さらに日本が世界に負けないためには私の技術を広め次の世代に残さなくては。明治8年、なんと75歳という年齢で銀座に新しい工場を構えた久重。そして多くの弟子を取り、ものづくりから人づくりへと励んでいったのです。久重は明治14年満82歳でその生涯を閉じます。しかしその DNA は若い世代へとしっかりと受け継がれていきました。久重の事業を継いだ弟子の田中大吉は田中製造所を設立。現在の港区芝浦に3000坪余りの工場を建設しました。この工場が現在の東芝へと発展したんです。なんと田中久重は東芝の創業者だったのです。久重の魂を受け継いだ東芝は日本初の白熱電球を開発。日本初の電気洗濯機、冷蔵庫、掃除機など、現在も私たちの生活に欠かせない家電を開発、常に新しいものに挑戦し続けています。さらに久重の下で腕を磨き、その精神を継いだ人々が日本を技術大国に導いていました。久重と共に働いていた沖喜和太郎は日本初の電話機の開発に成功した後、現在の沖電機工業を創業。他にも田中製造所の従業員だった宮田誠二郎は国産1号の自転車や粉末消火器を作った現在の宮田工業の創業に貢献。同じく田中製造所で働いていた池貝翔太郎が作った会社は日本の工作機械の草分けである池貝へと発展しているんです。我々の気づかないところで久重の DNA は今も日本の機械産業に息づいています。こちらの工場ではからくり人形の技術が現在も生かされていました。そこにあったのは不思議な機械。製品を運ぶと自動で元の位置に戻るんです。これには驚きの秘密が。これは電気も油も全く使わずに前後に搬送をするという装置なんです。はい、電気も油も一切使わずにですか？一切使いません、はい、名付けてドリームキャリーは乗せられた製品の重さをエネルギーにして移動。そして製品を下ろすとスプリングの力を利用して元の位置に戻ります。これはもともと茶運び人形という日本古来から伝わる技法を応用して作ったものなんです。この機械も弓引き童子の技術を応用しているためほとんど電力を使いません。からくりの技術はこれからの時代にこそ必要とされているのです。昔のからくり人形をね応用したものづくりがいわゆる私はものづくりの原点だと、もう確信をしておりますけど、はい、日本人は鎖国された状況でも
独創性に富んだ優れた技術を生み出してきました。その技術は田中久重によって次世代に伝えられ、日本は技術大国に発展することができたのです。